13日午前3時ごろ、大牛座北流星群の活動が極大を迎えます。大牛座流星群には北群と南群の2つがあり、毎年10月中旬から11月中旬頃に出現します。11月に活動の極大を迎えるのは北群の方です。放射点のある大牛座は東京では17時から18時頃から東の空に昇り始め、夜が明けると空高くに昇ってきます。流星の数は2つの群を合計しても1時間あたり最大で5個から10個ほどの小規模な流星群です。見えたらラッキーと思って流星観測をお楽しみください。また流星の中でも特に明るい火球の割合が高い流星群ですが、アストラアーツによると今年は火球の割合が例年以上に高い可能性もあるとのことです。それでは気になるお天気を確認していきましょう。23時の予想となっていますが、低気圧や前線の影響で北海道や九州、中国、四国エリアなど観測が少し難しいお天気となりそうです。関東から近畿の太平洋側に関しても湿った空気の影響を受けて雲の広がるところが一部ありそうです。ただ隙間からは観測できそうです。一方、北陸や東北など比較的雲が少なく好条件となりそうです。暖かい服装で流星観測を行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。